通りやっぱ平和にやっぱ静かに何事も起こることなく行けたらいいかなと今は、はい、思っております。平成がすごい好きだったので、なんか平成の最後をなんかどうにか思い出に残したいなと思って来たんですけど、でもやっぱね、平成終わっちゃってすごい寂しいんですけど、もう令和っていう言葉自体がもう好きになってるんで、だからもう令和も思いっきり